なんてこったい。はい、いただきます。よっしゃ、今日はね、豆腐にミカポンかけていきますよ。よいしょ、はい、せいどっしゃー。今日はね、野菜がキャベツ、野菜ほとんどなしってことですか。でキャベツとレタスときゅうりとか、はい、大葉。これはあの食卓を拭く雑巾なんだけど、朝の山の締め込みを思い出すよね。いつもローラ、これ雑巾って呼ぶんだけど、親方に雑巾じゃなくてそれは布巾だって一緒あるわ大拭きだとかそれは布巾だって言われるんだけど、雑巾って言っちゃうんだけどね。いただきます。このおしそがさ、おしその風味が最高だね。豆腐とめちゃくちゃ合うね。豆腐とおしそって合うね。大葉美味しいよね。うん、あ、大葉っていうのかよ、うん、しそじゃないんだ。大葉というナスの味噌してる。うん、ナスいいでしょ。うん、いや今日すごいよこれ。あ、うまいな。また醤油よりポン酢派かもしれんな。この豆腐もさ、うん、まっ。はい、改めまして再度始めていきますよ。じゃあ今日はね、肉巻きっていうことで、まあ、うち時々やるんだけど、こう、まあ、豚肉のバラ肉に、まあ、いろんな、まあ、野菜とかね、巻いていくみたいな感じで。今日はノーバラ。ノーバラ。あ、うん、なんだろう。今日はまず見ていこうか、ラインナップを。ごぼうに、エレンゲ。うん、あるもんね。ネギ。そんだけ。あ、3種類。あ、いいんじゃないですか。あと、普段、今日ないけど、普段あるものとしたら何があるっけ、こう巻くもので。えのきとか。あ、えのき巻くときあるね。あの、インゲン。イユゲウ、うん、えのきとイユゲウやるね、たまに、うん。うん。いただきます。じゃあ、ごぼうからいってみようかな。じゃあ、まあ、せっかくなんで、一個ずつ、こう、大切りをしていこうかな。この、挟まれてるもの。親方の、あ、まあ、俳句でいこうか。親方の、ごぼう肉巻き。あまりにもうますぎて、ごぼう抜き。わあ、決まりましたね。いただきます。うまい。何がうまいの？あ、これがうまいの。うん。自分のがうまいね。自分のもうまいし、ごぼう。うまっ。そう、昨日。力士が出たプレバトっていう番組を見て、うん、そこで初めて俺、まあ俳句って字余りとかあってもなんか五七五とかさ、でも六とか八で収めないかんと思ったけど、五二十五とかでもいいんだねまあうまいね今のね、ごぼうの。いやー、続きまして、じゃあネギいこうかな。いや、なんでネギかって、エリンギ浮かばんのだネギいきます。ネギ噛み切れないかもしれん。一口でいかなかんね。半分ネギで。じゃあ大喜利一句いきます。親方の肉巻きがうますぎて、ここがまず5ね、575の5の部分の字余り。どれぐらいね。うん、親方の肉巻きがうますぎて、あー、ちょ、親方の肉巻き、親方の肉巻きのネギがうますぎて、カモがネギを背負ってやってきた、これはカモネギ、これいかに。あー、いいですね、決まりましたね。才能なしうまっ。むっかないこれ。ごめんけど、ごぼうよりネギかもしれん俺今。今の感じ。え、ほんと？いや、わからんよ。うん、
あとで寝返るかもしれんけど、今ネギの衝撃すごかった。レタスがいっぱいあるからレタスも巻いて食べてよ。うん、はい、うん、レタスにレタスを乗せて、エリンギ乗せて、うまいな、それ。うん、うん、そのパターン好きやね。うん、おいしい。いくらでも食べれちゃう。続きまして、じゃあエリンギで一句読みますよ。あ、いいの。違うんだ。エリンギ一句読める。先に味噌汁飲もうか。これ相当エリンギ浮かばないんだね。あ、うまっ。これ、これそうやって考えたら商店の人たちすごいね、その場で。あと事前にもうお題みたいなのって通達されとって、ある程度考えてきとるんかな、それとももう本当にその場で知らされて、分からんよね。その場だったらすごいよな。うん、エリンギいきます。これしかないな。エリンギが香り松茸味しめじと決まりましたね。なんとか苦しみながらもなんとかまとめ上げる。これぞはちみつ社長の、ああもう技量だね。苦しみ抜いたのは確かだけど、なんとかまとめ上げると。何にもまとまってません。あ、はい、うまっ。才能なす。まったくなす。めちゃめちゃうまい。ネギには悪いけど、うん、ネギには悪いけど、うん、エリンギの方がうまいかもしれない。うん、うまっ。エリンギいっぱいあるか。うん。うまいな、これ。もう一回最後にね、ごぼう。うん、あ、じゃあせっかくなんでレタスで巻こうか。キャベツを少し本当は乗せると言ってる。まあそんなめいこうか。キャベツ少し、じゃあ少しね、うん、本当に少しだけだよ。挟めんくなりそうだ。うん、まっ。巻くと美味しいでしょう。うん、エリンギには悪いけど、あ、そうですね、ごぼうの勝ち。どう